はい、どうも皆さん、こんにちは。エルグランド R30 です。ちょっと今回机がちょっと今使ってるんで別で、ちょっともう適当に足のあれにちょっと間に入れてなんとかやりたいと思います。はい、今回ですね、神奈川県川崎市中原区の武蔵小杉まで行ってまいりました。武蔵小杉って知ってると思うんですけど、タワーマンションがいっぱいあるとこなんですね。はい、まあ、メンタル頑張ってやられながら行ってきました。元カノが武蔵小杉に住んでる人がいて、結構最上階の方に住んでる人がいて、よく行ってったとこだったんで、ちょっとメンタルはやられました、かなり。ちょっとね、それ嘘だろうとか言われると思うんですけど、普通に写真はあるんですよ、やっぱり普通に。景色のまだ残ってて。でもちょっとそれをアップすることによって部屋が特定されたりしたら、ちょっとそこは困っちゃうので、それは控えます。ただ、ちょっとメンタルやられながら今回トミカ買ってきました。こちらですね。川崎フロンターレの選手が乗るバスを買ってきました。これね、お一人様3台までで、で、2台買ったんですね。で、1台は親が欲しいって言って買ってあげたんでもないんですけど、自分用のものですね、こちらが。こちらがね、川崎フロンターレバスですね。最近、まだね、最近、この前にね、大阪の、セレッソ大阪のバスが出たばっかなのに、また出るっていう、すごいですね。こんな感じになってますね。川崎フロンターレね、また箱が、とりあえず開けます。てかもう何これ、大変なことになってるけど、ちょっと待って、箱が折れちゃってるよ、これ。マジか、いいでしょう。こちらを、もう急に開けちゃったんだけど、こちらになります。前からね、ちょっと見ていきましょう。前ね、こんな感じになっていて、ここ、川崎ナンバーですね。で、側面はフロンターレと書いてありまして、横はね、この富士通と、なんだこれ、見えない。マジで見えない？プーマか。プーマって書いてあります。で、こちらね、川崎フロンターレって英語で書いてあります。ラブ川崎って英語で書いて、もうちょっとここはシールなんですね。ここはシールなんです。でね、ここによく見たら、ツイッター、インスタ、YouTube、あとなんかロゴ、Facebook のロゴが入ってます。ここの荷物室。で、一応このトミカ荷物室のこの開閉のアクションがついてます。で、後ろはこんな感じでね、後ろもさっきと同様って感じです。テールライトとかしっかり塗り分けされている感じです。上の屋根の方はこんな感じになってます。これなんだこれ。これあれですかね、神奈川の一部みたいな。そうだよね。ごめん、ちょっとマジで見えん。多分神奈川の一部の地底が書いてあって名前一個書いてあるんだと思われます。これキャラクターですね。はい、こちらも横も同じこんな感じになっております。はい、こちらですね。かっこいいね。なんか通販だともう1分しないで売れたみたいな噂あるんですけど、そこは本当なのかちょっとわかんないんですけど、とりあえず変えたんでよかったですね。セレッソ大阪のバスはピンクっぽいやつだったんですけど、今回はこのブラックっていう、かなりかっこいい感じで。すごい良かった。良かったです。結構、俺は、フロンターレはね、あんまりフロンターレに関しては、ちょっと見てはないというか、あんまりちょっと、あれなんですけど、浦和レッズとか、その辺は全然わかるんで、浦和レッズとかその辺も出してほしいかなと、鹿島アントラーズとか、普通に出してほしいかなと思います。ベースはこんな感じで、三菱商のエアロクイーンですね、ナンバーは1の。はい、じゃあ今回こちらのね、川崎フロンターレバスの、開封動画でした。ちょっとね、机じゃなくて大変申し訳ございませんでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。